はい。私の無駄な努力ご視聴いただきありがとうございます。今回はアーケードゲームをオンラインで通信対戦できるファイトケードですね。ファイトケードのインストールの方をやっていきたいなと思います。まあ、この動画の後ですね、プレイ編みたいなものの動画も作っていこうかと思ってます。とりあえずインストールの方を紹介していきます。最初にですね、ウェブブラウザーでファイトケードと検索しまして、 ダウンロードですねこちらのできるホームページに移動しますですね OS を選んでダウンロードですねこちらをしていきます Windows 版で大体、えー、いいファイルサイズは200メガぐらいですね はいダウンロードの方完了しました。ダウンロード完了しましたらですね、この上のところのレジスターというところですね、ここを押してもらって、最初にユーザー登録をしていきます。ユーザーネーム、パスワードですね。で、パスワードもう一回入れるやつと、E メールアドレスとなっております。 これですね。まあ、パスワードを設定するときに、えっ、ー、と、今回の使用しているパソコンのスペックの紹介なんですけど、えっ、ー、と、めちゃめちゃ古いパソコンで、えー、デルのインスプリオン11、11ですね。えー、というやつで、CPU が、えー、Pentium N3700 と、で、メモリーは 4GB と、えー、超低スペックのパソコンなんですけど、えっ、ー、と、この、まあ、 プレイをするエミュレーターですね。ファイナルボーンネオ自体が、えー、すごい軽量なやつなんで、まあ、なんとかプレイできるんだなと,、えー、と。そういうものもですね、紹介していきたいなと思ってですね、えー、こんな感じで動画作ってます。それではですね、えー、無駄な努力という名前で、えー、とユーザーの方作成しました。 次にですね、インストールの方やっていきたいなと思います。はい、それではですね、ダウンロードしたソフトをインストールしていきます。はい、ダウンロードしたソフトをデスクトップに置きましたので、ダブルクリックをしてインストーラーですね、こちらの方からやっていきたいなと思います。 はい、えインストールしますかと出ますので、イエスと。これですね、え、まあインストールのパスを設定していきます。はい、えそれではですね、えインストールですね。の方、動作しています。 はい、インストール終わりました。インストールが終わるとですね、えー、とダ,イレクトダイレクト X の SDK のインストールが動作します。もともと入っている方はですね、えー、出ないのかもしれません。はい、えー、ということで、えー、ダイレクト XSDK ですね。 こちらのインストールが始まりまりすこちらですね、ちょっとインストール長いので、えー、と初期化の後は一気に100%まで動画上では飛ばしています。そうですね、えー、とこの今回入れているファイトえっ、ー、とソフト的にはです、ねえー、とオンライン通信、オンライン対戦のプラットフォームがファイトケ e ドという。 ソフトになってるのかなと思いまして、えっ、ー、と、あとはですね、通信対戦、えっ、ー、と、自体を行うエミュレーターは、えっ、ー、と、ファイナルボーンネオですね。えー、バージョンの古いやつはですね、ファイナルボーンアルファやったらしいんですけど、えっ、ー、と、アルファの時はちょっとラグが多いといろいろ言われてたんですけど、えー、ファイナルボーンネオになってですね、このファイトケード、厳密にはファイトケード2ですね、こちらになってからは、えー、本当に動作がよくできてると。 結構ネットでも噂になってるもんで、えー、私もインストールして、えー、プレイしてみたんですけど本当によくできてるソフトですのでね、えー、ぜひぜひ皆さんもですねやってもらえればなと思いますついでにやっぱり日本人税が少ないのでえっ、ー、とまあこれからですね流行っていけばいいかなと思います これでですねダウンロードしたファイルは一回ゴミ箱に入れましてそれではですねソフトの起動をしていきたいなと思います。 これですね、ダブルクリックして起動したらですね、最初に先ほど設定したユーザーネームとパスワードの確認が、確認画面が出ます。ここで,ですね、コネクトを押しますと、まあ、1回押したら保存されますので、2回目はもうこれのボタン、こちらの入力の画面は出ません。 最初にですね、この虫眼鏡のマークを押すと、えー、オンライン通信、オンライン対戦できるソフトの方が表示されます。懐かしいやつばっかりですね。ただですね、今は ROM 入ってないのでプレイはできません。えっ、ー、とですね、あとは、えーと、インストールしたフォルダを開いて、ROM と BIOS を入れるところの 紹介をして、えー、今回の動画は終わろうと思います。最初にですね、このドキュメントで、えーまあ、私はドキュメントのとこにインストールしたもんで、ドキュメントでファイト t ードですね。えー、ここで,ですね、えー、ファイト t ードの中でこう、ま、エミュレーターとロームってですね、こちらのフォルダーがありますので、エミュレーターを見ると、えー、FBNEO と一番上にあります。これでファイナルボーンネオが使ってんだなというところですね。 それではですね、ROM の ROMS の方を開いていきます。一番上ですね、ファイト、FB Neo ROMS ですね。ここのフォルダを、ここのショートカットを開いて、実際に ROM、えー、を入れるところを開きます。まあ今中みんなにも入ってませんので、ここに ROM を入れます。以上です。ご視聴ありがとうございました。